フリーデリケフォン、ハノーファーウント・クンバーラントは、ハノーファー王女及び、カンバーランド皇女、グレートブリテン及び、アイルランド王女。1848年1月9日、ハノーファー王大使ゲオルクとその日であった、ザクセン・アルテンブルク皇女、マリーの間に長女として、ハノーファーで生まれた。1866年1月には、フリーデリケとプロイセン王子、 アルブレヒトの結婚の交渉が、プロイセン最小、オットー・フォン・ビスマルクの意向を受けたアドルフルート・ビヒフォン、プラテン・ハラームントによって開始された。しかしこれは、プロイセンとハノーファーの間の緊張が高まったため、破断となった。同年に勃発した、ヒロシ島戦争においてハノーファーは、オーストリア側について敗れ、ハノーファーはプロイセンに併合された。 フリーデリケを含むハノーファー王室一家はオーストリアへ亡命し、グムンデンのクンバーラント城に住んだ。また重帝にあたるイギリスのオールバニ公、レオポルドやオランダのオラニエ公アレクサンダーらに求婚されたが、フリーデリケは断り、ザクセンコーブルクゴータ公国の官僚の子で、ゲオルク5世の自重であったアルフォンス・フォン・パーアベルラ人間と恋愛結婚した。 アルフォンスとの結婚式は1880年4月24日に行われた。なおアルフォンスは先立って同年3月19日にイギリスに帰化している。結婚後二人はハンプトンコート宮殿に一室を与えられた。また、ウィンザー城やオズボーンハウスへしばしば招かれた。フリーデリケは多くの事前活動のパトロンとなった。 1881年8月には出産後に病院から追い出された貧しい産徳婦のための施設、コンバレセントホームを設立した。また父ゲオルク5世が盲人であったこともあり、アッパーノーウッドのロイヤルノーマル、カレッジアカデミー・オブ・ミュージック・フォー・ザ・ブリントに寄付を行った。他に彼女がパトロンとなった者には、 トレーニングカレッジフォーティーチャーズオブザデフ、ストローリングプレイヤーズアマチュアオーケストラルソサイティハンプトンコートディティンズレガッタホームフォーホーリングアバネスス、ミッション2ザフレンチインロンドン、ロイヤルソサイティフォーザプリベンションオブクルエルティ2、アニマルズがある。フリーデリケとアルフォンスは1898年に、ハンプトンコート宮殿から退去し、以前から休暇で訪れていた。 フランスのビアリッツでイングランドよりも多くの時間を過ごすようになった。1926年10月16日にビアリッツで死去し、ウィンザー城の成城事例拝堂にある王族のお骨堂に葬られた。アルフォンスとの間に一女が生まれたが、創生した。ありがとうございます。